なんか体調不良で活動休止中のジャンポケ斉藤氏。20代女性に性的暴行を加えたとして書類送検されたみたい。衝撃だよね。では、詳しい内容を見てみてよ。お笑いトリオ、ジャングルポケットの斉藤慎二メンバーが、ロケバスの中で20代の女性に対し性的暴行をしたとして、警視庁から書類送検されたことが、捜査関係者への取材で分かりました。書類送検されたのは、お笑いトリオ、ジャングルポケットの斉藤慎二メンバー、41です。捜査関係者によりますと、今年7月、東京新宿区内に泊まっていたロケバスの中で、20代の女性に性的暴行をした疑いなどが持たれています。当時、車内には2人しかいなかったということで、女性からの相談を受けた警視庁が、本人から事情を聞くなどして捜査していました。調べに対し、容疑を認めた上で、軽率な行為で相手や家族に迷惑をかけたことを反省している、などと供述しているということです。一方、被害者の女性は、許すことは絶対にできません、と話しているということです。斉藤メンバーをめぐっては、今年8月から体調不良を理由にテレビ番組の出演を見合わせるなどしていましたが、9月20日、所属事務所のホームページで、当面の活動を休止すると発表していました。奥さんと子供がいながら2度の不倫をし、今度はロケバスの中で20代の女性に性的暴行。もうめちゃくちゃだよね。しかも被害者は、共演した女性タレントとの情報もあるからね。ジャンポケ斉藤氏。もう引退しかないんじゃないかな。ネットでは、次のような声が上がっているみたい。急に消えたから何かしたのかと思ったらこれか。これが全レギュラー降板理由か。そういうイメージ全然なかったからほんとびっくりしたよ。被害に遭った人も、優しそうな人が襲ってきたら、そりゃショック大きいよな。そういう事情なのに、体調不良で休止って発表して周囲から心配されているの。相手は辛かっただろうな。吉本の発表の時から、不祥事による活動休止だとは思ってたけど、まさか性的暴行だったなんて。奥さんも子供もいる身でこれは終わってる。体調不良だと思って心配してたのに、見損ないました。ショックが大きいなぁ。病気か不倫やると思ってたが、想像以上の斜め上やったわ。多目的トイレの次はロケバスか。節操ないの芸能人は。仕事中とかやばすぎでしょ。犯行現場がロケバスってことに違和感を感じるのは俺だけ。ロケバスでそんなことできるって常習犯だろ。他にも被害者いそう。さすがにこれはもう笑えないから、復帰は無理だろ。もうお前じゃ笑えねえよ。これ示談にでもして、体調不良から復帰するつもりだっただろ。これもう完全に、売れたかったらほら、わかるでしょ、のやつだろ。犯罪者やんけ。こんなやつが、よく朝の番組やってたな。タレントに手出したなら事務所ブチギレだろ。吉本どうすんのや。この人、いじめ許さない、とか言ってた人。いじめられた方は一生忘れないんですよ、でしたっけ。いじめられていた過去もあって応援してたけど、すっかりイメージ逆転しちゃったな。また使えなくなる映像が増えるな。余罪がないことを願います。ちなみにジャンポケ斉藤氏の書類送検を受け、妻でタレントの瀬戸沙織氏は、自身のインスタグラム内で、一部事実と違う、と反論。相手の方からも好意があり、SNS をフォローしたり、連絡先を交換していたことは事実。ロケバスの中のドライブレコーダー及びカメラの解析を警察の方に求めていました。一方的な行為ではなかったことを伝えている状況でした、と主張しているみたい。この問題。これからどのような動きになるのかわからないけれど、ジャンポケ斉藤氏の復帰は難しいんじゃないかな。何せ、二度の不倫からの性的暴行だからね。そのイメージを払拭するのは不可能だと思う。とにかく今後の動向を見守るほかないよね。しかし、被害に遭った女性と奥さんと子供を不幸にした斉藤氏。壮絶ないじめの過去があるのに、人の痛みさえも理解できないわけ？信じられないよね。